こんにちは。麻布大学生命環境科学部食品生命科学科のウェブオープンキャンパスへようこそ。これから食品生命科学科の魅力をお伝えしていきます。それでは行きましょう。ここはイチョウ並木です。秋には黄色く色づいてとても綺麗です。こちらが生命環境科学部棟です。それでは中に入ってみましょう。こちらでは講義室、研究室、実習室等さまざまな教室があります。中の方はガラス、一面ガラス張りになっており、とても開放的な空間になっております。こちらでは主に学生たちが勉強をしたり、友達と会話をしたり、居眠りする人がいたり、食事をしたりと、学生にとっては憩いの場となっております。それでは2階に上がって講義室に行ってみたいと思います。基本的に班で行うので、普段なかなか話さない人とも会話をする機会ができ、友達作りのきっかけになることもあります。こちらは工学実習室です。こちらにあるのが大型冷蔵庫、大型冷凍庫、オーブン、アイスクリームメーカーなどがあります。ここでは4年次に食品加工学保存科学実習があります。そこでは食品を製造する際に危険なことがないか、安全であるかを管理するハサップを意識しながら、ジャム、サバの味噌煮、こんにゃく、パンなどを製造しています。実際にあちらでは実習担当の山本先生がパンを作る準備をしています。ここは食堂です。定番メニューもあれば、季節で変わるメニューもあるのが魅力的です。お昼時は常に人でにぎわっています。ただいまの期間はコロナ対策として席数が減らされていたりと、感染予防対策がしっかりされているので、安心して食事を楽しむことができます。ここは生協です。国内唯一の売店で、お菓子や飲み物、ご飯、雑誌、漫画など様々なものが売られています。セール品もあるので要チェックです。 BGM では流行りの曲など流れているので、ノリノリでお買い物することができます。